で、三ツ矢のところ行こうって思ったら、その女がいつも邪魔してきてよ。お前、いつもその話だな。だって、本当にムカつくんだよ。三ツ矢は三ツ矢で、あいつらに甘えし。そりゃ部活中なんだから当たり前だろう。あ、俺、ポーチンじゃね？いよ。ちびりめ。これお前の犬。ああ、可愛いだろ。可愛かねえよ。ああ、可愛いだろ。わかんねえな。ドラケン、この犬の名前ポチって言うんだぜ。ポチ。ああ、この図体でポチ。やっぱパーチンってどうかしてるよな。はあ、どうかしてるってどういう意味だ。どう見てもこいつポチって感じじゃねえだろ。はあ、じゃあ何が似合ってんだ。もっとあんだろ。例えばピチピチポチ。ほら見ろ、やっぱポチだろうが。全然似合わねえよ。なんだよポチって。怖えんだよ、まったく。ったく、もう何回も会ってんのに全然懐かねえんだよこいつ。パーチンに似てバカなんだな。なんだどこら。バカにバカと言って何が悪いんだよ。なんだどこら。ペイヤン。ああ、こいつ頭いいぞ。なんでドラケンには懐いてんだよ。ポチか、かわいいじゃないか。おー、待て待て。よし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 。よし。ドラケンさ。お？もし俺に何かあったら、ポチ頼むわ。やだ。おーい！そこは分かったって言えよ！やだ。そこは分かったというところだってのは、ゾウリムシ並みの頭のパーチンでも分かる話だぞ。そうだぞこれ。だってやだもん。やだったらやだ。なんでだよ。いい加減なるのよバカ犬。本当に嫌われてるな。